とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワー更新されましたね。更新されて1分後に初めてプレイします。これは初めてだな。今回が30回までとなってます。行きましょう。装備には、まずは、大したもん入ってないな。行きます。最初からここか。今まではね、冬っぽいエリアばっかりだったんで、まあ、たまにはね、こう、冬がないところがいいよね。最近あったかいし。あ、でもまたすぐ寒くなるのかな。どうだ、一回は、最近だと難しいけども、今回はどうなの？よし。おお落下ダメージで倒した。初めてだ。あー、ちょっと待って、これはひどい、これはひでえな。あー、なるほどね。虚無にしてうまいことやればそこそこ早く倒せるって感じか。ちょっと待って、あそこエンチャンターいるぞ。よし、 OK。 こいつだったら OK、 エンチャンされてもね。よし、なかなかめんどくさいステージですね。では1回終了です。2回は何が来る？まあいらないかな。いりません。おお、珍しいね。ちょっと待て、戦う場所をちょっと考えないとこれはやばそうね。ちょっと待って、じゃあ、おいおい、ちょっと待って、敵おいってすっごいね、これひどいな。よし、オッケー、いけ。あ、当たるか？当たってないな、あの PNG には。ちょっと敵がこれひどすぎる。よし、オッケー。これ虚無ったりしたらもう絶対終わるね。絶対落ちないようにしないとダメだね。あー、敵多い。まあまあ最近のね、序盤のステージは全部そうだけどね、敵多いな今回も。2回クリアです。まあここもいらないでしょう。影の断片今回もありますね。影突はできそう。おお、ここタワーでは、いや初めてじゃないか。ちょっと待って待って待って、戦いに行く。ここちょっと待って、 TNT も失敗しとるしな。ちょっとちょっと、ここもシュルカー戦いに行く。ちょっと待って、シュルカーもう出てくんなよ、復活するなよ。あの弾食らったらもう終わりだな。まあ、終わりじゃないだろうけど。めんどくさいステージがもう多いね、本当に。めんどくせえ。虚無にはならないようにしないとね。最初の HP だから多分一発で結構持っていかれそうだもんね。極力虚無にはならないようにしていきましょう。お、終わりか。まだまだ出るの？よし、 OK。 敵多すぎ。いや、ここほんと過去一多いかもしんないね。異常だこれ。マルチでいったらどうなんだこれ。はい、3回クリアです。序盤の敵が多い。ドラかなここは。あー、スケールメールもいいな。スケールいいね。最後まで使えそう。いや、でもまあいいか。ドラでいきます。おいおい。またここのステージまたかよ。いや、もう勘弁してよ。ちょっと待って、まだシュルカ倒そう。シュルカ倒さんとちょっと、ああ、もうめちゃくちゃやりにくい。そっちにいるんかい、シュルカ。ちょっと待って。もうひでえな。すごいね。よし。うわー、今回はね、これね、周回できないわ、こんな長さじゃ。おいおいおい、すごいって敵がもうすでに7分6分ぐらいか経ってるね。まだ全然進んでもないのに。いやー、でもこれ気を抜いたらやられるね。もうめんどくさい。ここめんどくさい。よし、オッケー。もうちょっと簡単にならないの、ここ。もう、あ、ちょっと待って。もうちょっとなんとかしてよ。シルカーもいるしさ。うわああ、もう嫌な場所。本当に嫌な場所なんだ、ここは。いらないかな。バーストクロスありかなと思うけども、まあいりません。いきましょう。よし、 OK。 ようやくなんかまともそうなステージに来ましたね。5階でやっとか。矢が結構今回出てるね。矢が結構出るので、シャープクロスボウあたりが出てほしい。そうするとだいぶ楽になるはず。よっしゃ。敵の数はまだまだ相変わらずだね。今回も結構運営さんが本気出してるのかもしれない。前回はね、意外と楽だったもんね。OK、5回クリアでーす。これは時間かかるぞ。お、珍しい炎症のトーテムがある。そろそろ装備変えたいんだけどね、なんかいいやつがありません。俺の好みのやつがない。でもそろそろ強制的に変えた方が良さそうですね。ちょっと正体が多すぎる。そろそろ本気と変えないとこれはクリアできないかも。おーい、ひでえな。ひどいひどいひどい。ああ、ちょっとおーし。そろそろ火力が欲しい。よし、もうちょい。あと、ああ、倒した。下に落ちてやられたのね。ああ、変えようか。あ、傭兵いい。闇よりも傭兵だね。こっちだったら、まあ、雪玉もつくんだけども、間違いないでしょう。よし。一応、クールダウンを入れて、ドラを使いやすくしていきましょうか。そうすると、ちょっとはマシでしょう。ちょっと待て。これえっぐいな。やべえ、やばいやばいやべえ、ちょっと待って待ってよー、ひどいひどい。あー、パワーポーションが出てるからまあなんとかいいけど、いやこれきつい。これパワーポーション出ないとこれきついな。ちょっと待って、嫌なやつが来た。まあ、弓いっぱいあるんで、矢がいっぱいあるんでね、これでなんとか減らそう。できれば後々取っておきたいかなとも思ったけどね。でもそうも言ってられない。よし、終わりか。武器欲しい、武器ちょうだい。うわー、武器ない。おお、なるほどね、なるほど。いや、ここはどっちかだな。地雷持っていくか。地雷を持っていきましょう。じゃないとちょっと倒せなさそうな気がする。はい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 。ちょっとなんか地雷で倒していこう。じゃない、おいって。やばいよ。よし。よし、オーケー。地雷で倒そう。武器ないとこれきついよ。うっそ、ジオマンサーいんの。待て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 、ジオマンサー来るのかい。やばいやばいやばい。いや、さすがにこれはちょっとやべっ。ちょっと待って、影を取っていきましょう。お前らいると思う。おい、ちょっと待って結構ひどくない？ああ、いや、地雷取って正解じゃないとこれ倒せないわ。で、そこにエンチャンター1体だけかい。よかった、そこで。武器ちょうだい。あー、剣か。防具はもうあれでいいわ。もう剣変えよ。じゃないとちょっともう倒せない。オッケーオッケー。はい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 。おーい、ちょっと。ひどいよ。ちょっとひでえ。こいつはひどいぜ。やばい。完全にやばい。よし。やばい。やっべえって。よし。いや、当たってないな。あ、当たってる。これで倒すじゃねえよ。倒した？倒しきれてない。よし、当たってないよ。よーし。いや、きつすぎる。よし。うわー、難易度高い。今回難易度高え。力の弓変えていこうか。でもまあスーパーチャージはあるな。あ、いや、コグだ。あ、よかった。救世主が現れた。長弾だね、長弾で。こっちには鉢入れとけ。行きます。罠をなんとかね、当てたいけども、まあ当たらないんだわな、これ。よし、まあ自分でね、自爆しないように注意しましょう。よし、ナイス。そういうのを待ってた。よっしゃ。ちょっと待って、なんかラグいよ。すんごいラグい。よっしゃ。いいね。あっち側もあるね。オッケー。あー、だいぶ楽になってきたかな。うん、やっぱ装備がある程度揃うとだいぶいいわ。オッケー。うん、でも剣じゃない方が俺はいいかな。まあまあ仕方ないね。うん、今回はちょっと剣でいいじゃないですか。そのうちなんか、おお、めちゃくちゃ減った。危ねえ。はい、え、まだ10回なの？長いよ。10回長いって。15回ぐらいで1回これ途中で切りますね。じゃないとこれ長すぎるわ。いや、いらない。ゴーレム一応持っていこうか。で、商人で、次ボスか。コグだな。うん、コグクロスボウを上げていった方が間違いないかな。うん、近接だったらば防具を上げていくっていう手もあったけども、火力を上げよう。おい、まあまあいいや。オッケーオッケー。まあ全然ね、余裕な敵ではあるから。でも時間がかかるんだ。お、今回これ絶対周回できないじゃん。よっしゃ、よし、オッケー。ゴーレム出す。まあまあ一応出しとこうか。来い。よし、これ、よし、ちょっと待って、これをやらせてくれ。オッケー。どんぐらいかかる？よし。うわー、減るなー。ちょっと待って、エルダーガーディアン倒したい。エルダーガーディアンまず倒したい。やべえ、やばいやばいやばい。あっねー。これエルダーガーディアンいけるか。よし、あっねー。もううっとうしいってお前。いやー、すっごい戦いづらい。こうエルダーガーディアン出たのはほんとちょっとダメだったな。もう無視だ、無視無視無視して戦おう。来い。よし、オッケー。お前がうっとうしいんだ。もう倒せないじゃん。はい、もう嫌な場所だった。シェイカーに変えようか。うん、の方が使いやすいわ。いきます。出た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 。来ると思ったよ。来ると思いましたよ。いや、危ね、危な。よし、やべえな。よっしゃ、いい。オッケー。すっげえ敵。数よ、ほんと数数。よし。まだどこいる？残りは。ああ、お前か。よし、で、おしまい。いや、まだ、どこにもいなかったよね。あ、いたんかい。消えとったのか。よし、完璧です。13回クリア。いや、長い長い長い、本当に長い。あ、やった。うん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 、斧が来た。これでだいぶマシになるな。そうね、これだったらば弱体化でいいかな。うん、2ぐらい入れとけ。あっ、これ戦う場所間違えたかな。まあいいか、いいね。よし、 OK、 大丈夫、いける。まだ出てくるんかい、いっぱい出てくるんでしょどうせ。よし、でもまあクリーパーが、あ、いった、出てこないならいいや。まだいるの、うそ、お前が来るんかい。でも終わり。よし、14回クリアです。雷の矢づつか、魅力的だね。ゴーレムと変えていってもいいかな。ああ、狼もなかなかいいね。うん、ああ、いや違う、経験がないわ。変えます、ゴーレムとチェンジ。おー、でここね、ここね。うんうんうん、あと欲しい演者は別ないからいい、このままいきます。ちょっとギリギリまで敵を集めてから打ちたいね。じゃあ OK、 いいね。やっぱ稲妻の矢筒の、よし、長弾付きはいい、めちゃくちゃ強い。よし、もうちょいか。お、矢が出てきてくれた、ありがとう、ありがたい。あと上の段でしまいっぽいね。よし、では15回クリアです。ではちょっと長くなりすぎるのでここで一度切りますね。はい、では次の後編も見てください。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。